メンタルリフレックスサービス小立弥生所のまんまるにいる吉です。どうも、今回ですね、ザイオンノイズミュージックのジョーさんから、褒め褒め依頼をいただきました。ありがとうございます。ということでね、ハイパードライブフィーチャリング初音ミクという曲を褒め褒めしていきたいと思います。こちらジョーさんが、アイドル様に提供している楽曲のボカロバージョンで、ボカコレ参加曲ということで、かなり気合が入った作品のようですね。それでは通して聞いてみたいと思います。いやーすげえこれ、いやーめちゃくちゃ気合入ってますねこれね。どうしようかな、どういう褒め褒めをしたらいいんだかな。
まずですね、端的に言って超好きです。もともとジョーさんとは結構その、ユーロビート系での話をよくしていて、で、結構多分お好きなんですよね、ユーロビートが。で、これね、かなりユーロビートのこうお約束の部分とか、こう来てほしいみたいなのをすごく満たしてる作品だなっていうのをすごく印象としてありますね。どうしようかな、細かく褒めるのもそうなんですけど、一番好きだってなったのが落としサビのあたりですね。どのあたりなんだろう、これこのあたり、もうここのこの君と行くのところが入ったところでゾワゾワゾワって来てるんですよね。で、このフレーズがまず好きなんですよ。ああ、そうなんだよな。そうそうそう。ここ多分すげえ聞きどころなんですよ。多分財産もここが聞きどころと多分作ってて、このシーン作ってる時多分気合い入ってるっていうかテンション上がってたんじゃないかなって思うんですよね。超具体的に言うんですけど、超具体的に言うんですけど、君とゆーくって言ってるとこに Be with you って入るんですよ。で、旅なら僕はのところで後ろで言ってるこのコーラスもちょっと動いてて、この掛け合いが超好きなんですよ。僕のもう好みをなんかもうもろにダーンってきた感じ。そう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 、そうなんですよ。ここで掛け合ってんのに最後ここコーラスかかりますから、もうこれも最高ですね。そうね、そうなんだ。この話はじゃあ一旦なしにして。このサビがねいいんですよ。こう曲のところでちゃんとサビでこうドンってくるじゃないですか。この一発目のサビいこうかな。この光の中っていうところが、まあ、そもそもいいんだよ。ここで転調してんだよね。このそうなんだよな、これねいいんだよな。でここでちゃんちゃんたたんたんたたたたんほーってで戻るじゃないですか。ここのなんか途切れというか区切りっていうかがなんか前からもそうですけどすごくお約束をこうしっかり掴んでてすごく良くて、でこの曲一曲通して聴いた時に余計なパートないんですよね。すごく構成的になんかこうスーッとこう来てこう来てほしいがちゃんと満たされてる感じがしてて、だから多分そこら辺も相当工夫したんだろうなって思います。
像で MMD も含めてこれ動画の編集も相当時間かかったんじゃないかなと思うんですけど、そう、あの虹で合わせてちゃんと虹の効果入れたりとか、実際作ってる時相当大変ですよねこれね。あの曲も早いから歌詞も多いじゃないですか。そう、ここら辺でこうなってるこの右の早いフレーズとそこに合わせてまた掛け合わせのフレーズあって、ここでも転調してんだ。いや、やっぱここ好きだなここ好きなんだよな。あ、このトーパーセンも好きだな。そうなんだよな、ミキシングも相当多分何回も排出して何回もチェックしてるっすよねこれね。なんか全然破綻してなくて、でも結構そのイコライジングとかで使ってる音自体がこう喧嘩しちゃう系のことになりがなんですけど、めちゃくちゃ綺麗にまとまってんですよ。そうですね、イントロも好きなんだよな。このもうイントロからしてもめちゃくちゃユーロじゃないですか。デン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 って。あ、ここで後ろで英語なんか言ってんだな。ここで掴んでんだよな。でここでタイトル入るんだよね。いやー、そうね、このサビに入るところもパートがね、ちょっとそうそう、ここテク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 ってブレイクっぽく入れて谷を作ってるので、サビに入った時の爆発力があるんですよね。あー、そう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 、すごいすごい。あ、そっか、左のチャンネルのちょっとシャンシャンっていうタイプのシンセが曲の歌の
縦に合わせてんですね。このチャンチャンフライハイのあたりというか、あ、ドライブハイか。いやこれね、聞けば聞くほど相当時間かけてるのがすげえ伝わりますね。そう、こことかも今ミクさんが右行ったり左行ったりとかっていう風にしてトラックかなり分けてて、でその左右のパンの効果とかすごい狙ってるなーって。あー、ここあとボーカルにもちょっと特殊な効果加えてますもんね。一回聴いてもこのパートいいっすね。いや、このブレイクがあるからこそのこのラストのこのね、盛り上がりにつながるんですよ。違うタイプのフレーズを後ろでやってて、あ、今ちょっと気づいちゃったけど、はいはいのところでここ花火合わせてんだ。いや、何気にこのてん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 ってこのラストのすべてんだな、ここ。いや、ここすごいな。てん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 。これを提供したそのアイドル様がいるということだったので、そこのね、その方たちのこうステージでこの曲がすごい盛り上がってる姿っていうのを想像するとなんか胸熱ですね。まあ、非常にこうテンションの高いタイプの曲なんで、ファンの人たちとこう
この辺でフーフーっていう感じじゃないですか。でそういうその使われるところを多分すごい意識して作ってると思うんで、いやこれは気合入った曲だマジで。そうここら辺のね右とか左にいるなんかハイパーって言ってるっていうのとかもすごいいいし、コーラスも結構ちゃんと綺麗に当ててんだな。こういい曲ってコーラスにすっごい意識向けないとコーラスの存在が分かんないみたいなところあるんですよ。だからこれまさにそれだなっていう感じがしますね。ちゃんと主旋にすごい意識がいってたんで、今このぐらい聴いてやっとその掛け合いのコーラスの方に意識が今いったら、いやもうやっぱりここが一番好きですいやこの掛け合いはもうマジ好きだな本当に。一回聴いても好きだ。いやー素晴らしかったです。いやこれは気合入った感じですね。もう気合が入ったとか時間かけたとかばっかり言ってるんですけど、なんかすごいそれが伝わります。細やかなところとか時間かけないと解決できないところが全部解決されてるんで、なんかすごかったです。お疲れ様でした。本当にあのパートも好きだし、この曲はその提供先のところでの活躍もすごく気になります。で今回大変ありがとうございました。お依頼これからもぜひ仲良くしてください。ありがとうございました。